キチャンネル。ちょっ、さあ月曜日プロ野球総チェックのお時間なんですが、ここで、皆さんにご報告があります。残念な、ご報告であります。まあね、仕方ないことなんですけども、多分ですけども多くの皆さんのご理解は得れると、思いますけども、皆さんに、ご報告が、あります。昨晩ですね、4月、17日、まあ、昨晩じゃないですね、まあ、昨日のお昼から夕方にかけてですね、千葉ロッテマリーンズのですね、佐々木朗希投手がですね、2試合連続完全試合仕掛けてですね、8回途中で降板という形で、まあ、勝ち星はつかなかったんですけど、昨日の動画で速報を出したんですけどですね、その結果を踏まえてですね、里崎ですね、佐々木朗希需要がえげつなく、来てましてですね、まあ、昨日のね、テレビ東京の、夜のみんなのスポーツはですね、まあ、その佐々木朗希が、この投球がなくても、まあ、出演予定はもう決まってたんですけどもですね、昨日は広島から、急遽、朝帰ってきまして、その緊急生放送の、試合を、中継するということですね、そのまま、品川駅で降りて、マリンに直行してですね、解説をしてですね、一回家に帰ってからちょっと休憩して局に入って夜の番組に備えようと思ったらですね、佐々木朗希投手のインタビューが、試合後取れるということでですね、それを待ちながら、他の、テレビ局のですね、昨日サンデーステーションで流れたと思いますけど、テレビ朝日の方のですね、インタビューに答えるなどしてですね、結構、時間を費やしてですね、家に帰れないと、そのまま局入りして、みんなのスポーツと、それで試合中連絡がありましてですね、皆さんもご覧いただいたかもわかんないですけども、朝ですね、今日は5時半起きでですね、昨日もう家に帰ってきたのが、1時前ですかね、なのに、5時半起きで、目覚まし8に、佐々木朗希特集で出させていただきまして、で帰ってきてからなんとか見れる範囲の試合を見て月曜日この総チェックに備えようと思ったらですね、先ほど、もう本当今ほんの10分前ぐらいにですね、昼帯の方から連絡がありまして、もうこの後もう1時間後ぐらいに出てですね、昼帯の生放送に出演することになりました。ということで、昨日日曜日の試合、ほぼほぼ、ちょっとチェックできないんですいませんね、これもうできて仕方ないですよね。ね、皆さんご理解ください。そこできなかったんで、そこはちょっと日曜日はね、ちょっとダイジェスト形式の解説になってしまいますけども、皆さんね、金土はしっかり総チェック解説してますので、皆さんね、総チェックみんなでね、見て野球楽しんでいきましょう。ということでスタートです。さあ、ということでまずはですね、その、完全試合も仕掛けたですね、ロッテ対日本ハムから、4月15日雨天中止。さてこの日解説予定でしたけど、雨で流れて若干嬉しかったです。もうきつくて最近もう夕方寝ました。その日も朝からずっと、その日ね5件仕事だったんですよ。で朝からずっとやってたんで、もう寝ましたね。その日も朝ね、目覚ましいと出させてもらいましたけども、で雨天中止ね。で16日、4対11で、日本ハム、そして昨日1対0で日本ハム、日本ハムの2勝ということでね、今季初のビッグワース日本ハムカード勝ち越しっていうことになりましたけども、16日で、ね、11対4で日本ハムということで、日本ハム作戦連発、動きでここまで無失点の石川攻略っていうね、お題がつく試合展開でしたけども、まあ、3回表で、ね、ワンアウト一三塁から野村ね、このショートゴロね、これで普通だったらもうダブルプレー確実の打球だったんですけども、エンドランでファーストランナー走ってたことによってダブルプレー取れずに1得点という動きの中で石川を攻略していて1得点取ると。で、4回表ね、浅間がバンド失敗、バッと、キャッチャーファールフライの後に、ヌニエスがライトにタイムリー。で、ワンアウト1、3塁になって、コーリね、ここでスクイズ、空振り、バッと、3塁ランナーね、挟まれてアウトになりますけど、いや、スクイズ、この形で行くかっていう、若干足滑ってたからね、こうでしょ、スクイズは。この形、セーフティースクイズだったらわかるけど、俺セーフティースクイズかなと思ったら、三塁ランナー走ってたから、セーフティーはこうでし
俺このスクイーズする人初めて見たけどね、しかも若干足滑りながら高め空振り、あれはバッとね。でその後ね、5回表ね、ノーアウト一三塁から野村がねライトへ犠牲フライ打って、で石井がねの打席ファーストアルカンタラ盗塁、ここでキャッチャー松川ね二塁に悪送球、まあショートバウンド気味のワンバンになって、まあここで本当一番重要、まあキャッチャーのねスローイングがダメなのが一番悪い、それは理解できる、同じキャッチャーとして。でもショートエチバリア何この体で止めてえよって思うよね、軽いプレーがね。そんできっちり三塁まで行かれてるっていうか、あそこはこういかに体で止めるとかなんかしてほしいよね、キャッチャーがダメなんだけどねっていう感じで思いました。でワンアウト三塁になって石井のね打席、ワンボールツーストライクからまたまたスクイズね、先ほどね4回に氷でスクイズ失敗してるにもかかわらず立て続けに、ここはちょっと予期できなかったね、しかもワンボールツーストライクっていうところで、でその中でサードのアルカンタラのスタートが若干遅めだったから、ひょっとしたらセーフティースクイズかもわかんないけどもね、ここはきっちり作戦でね、取っていって一気に11得点っていうね、形でもうビッグゲームね。でね、先発伊藤の決まったと思ったらね、この誤ったっていうか、あの流れで言っただけだからね、本人も笑ってたしね。でもしっかりね、あの3回4点で1点ずつ取って、で逆転して、で5回の表にね渡辺ライト前で、アルカンタラライト前で、野村ねライトへ犠牲フライで、ここでここの場面でね、でこのスクイズ成功して、その後ね、あのまた松本ライトへヒット、近藤レフトへポテンヒットで、浅間ねアウトになったけども、ヌニエスの満塁からタイムリーツーベースと、ここ4点取ったのがね大きいね。でもロッテもねその裏、5回裏にね、ツーアウトから高部フォアボールで、ここ盗塁してね、藤原タイムリーで、また藤原盗塁して、で野村のね三塁悪送球バーッ、こういったところきっちりしていこう、勝ったからいいけどね、日本ハムは勝ったからいいけども盗塁ね3個楽々セーフになって、しかもそのねこのね野村の悪送球っていうで、バント2度失敗ね、ちょっとミス多い、勝ったからいいけどね、そういったところは今後に向けて、まあ、改善していかなきゃいけないかなっていうところでね。で7回表にまたきっちりね4点渡辺タイムリースリーベース、野村石井とねタイムリーつながって11対4と、まあ、ロッテもねいろいろ足使いながらやったけども、さすがに11失点はなかなかきつかったなと。でここまでね無失点だった石川が4回3分の1 88球11安打2三振6失点とね、でまた広畑が4失点というところでね、ちょっとピッチャーに崩壊したかなと。逆に日本ハムはね、先発伊藤が5回102球5安打3三振1四球3失点とね、まあ失点はしたけどもしっかりまとめ上げたっていうところでね、非常にいい戦いだったんじゃないでしょうか。そして昨日ね、8回までねほぼ完全試合っていうところをされてましたけども、結果はね1対0で日本ハムの勝ちっていうところで、佐々木朗希に負けたけど試合では勝つね、日本ハムとしてはもうそれで十分っていうね、試合に勝つことが大前提なわけでね、そこはしっかり勝ったからと。この降板とかいろんなことについてはね別動画昨日出しますのでね、ぜひそちらご覧ください。この総チェックではですね、日本ハムにクローズアップしていきたいと思います。ここでね頑張ったのが先発ね上沢だからね、あちらでも言いましたけども、佐々木朗希のね、完全試合を打者は止められなかったけどピッチャー陣が止めたっていうところでね、噂もランナー出しだからも本当にカーブっていうところの非常に緩急をつけて、ストレートも丁寧にコーナーに投げて高めに上ずるって球がねほぼなかったっていうところが非常に素晴らしいピッチング、まさにね日本ハムのエースとしてはね負けない投球っていうのが非常に素晴らしかったかなと。でまあね投球数が来たんで、ここははめの交代っていうところはね、あの堀にスイッチっていうところは非常に良かったと思いますけど、その後のね堀っていうところもね、しっかり投げてあそこ点取られなかったことがね、佐々木朗希に勝ちをつけないで完全試合を阻止したっていうところも非常に素晴らしかった。で打撃においてはね、まあ、全員が打ててなかったんだけども、最後万波がねあの西野のフォークね落ちきらなかったところを球場で言ったけど、すっごい言おうとしたの、すっごい言おうとしたけど打球が低めだったから、いやホームランあんのかなって思ったけど、ぐんぐん伸びてねスタンドイン万波グーッと、ね、ヒーローインタビューでの嬉しさ爆発グーッと、ああいうの俺は好きです、ね。そういったところでも非常にね、あの、いい形のバッティングで、まあ、結果ね、1対0で勝つっていうところではね、非常に日本ハム素晴らしい勝ち方があったかなと。まあ、結果ね、2勝0敗で日本ハムの勝ち越しでした。続いて、ソフトバンク対楽天。16日の試合、5対6で楽天。そして17日の試合が4対14で楽天。楽天の2連勝、首位浮上です。
というところでしたけど、16日ね、6対5で楽天。まあ、ソフトバンクね、先発で5回92球、4安打6三振、3四球4失点と、まあ、立ち上がりから球が高かったねっていうね。まあ、レイの特徴からすれば、やっぱり低めに投げていって、ボールを動かすっていうところで、多分特徴が出ると思うんだけども、ちょっと全体的に高くて、自分本来のね、ピッチングっていうことを活かすことができなかった。まあ、その中でね、初回、まあ、一塁ランナー西川ね、4度の牽制の最後に悪送球っていうね、まあ、ここはね、西川が牽制をさせてるんで、三塁まで行って。で、まあ、この自身のミスでね、で、浅村、高めのね、ストレート、ライト前タイムリーね。で、2回表を丸森ホスに高めのストレート、ホームラン。っていうところで、まあ、その高めをね、しっかり楽天打線が仕留めたっていうところもありますし、このね、新しく入った、ね、西川っていうピースで足を絡めたところ、相手に対するね、プレッシャーっていうのは、1枚も2枚も、大きくなってるんじゃないのかなと。で、ソフトバンクはね、2回裏、ワンアウトから、牧原レフト前、で、上林、レフトへツーベース、で、柳町にレフト前、2打点っていうところでね、こう、徹底した反対方向、ぐっと。まあ、ピッチャーね、涌井っていうところでしたけれども、ね、引っ張りにかからず、しっかり引っ込む、ね、引き込んでの反対打ちっていうね、ところでは徹底したね、このバッティングっていうのがこの2回裏ね、生きたかなと。で、二塁ランナーがね、今宮のセカンドゴロで三塁行って、甲斐のセンター前、この一打、まあ、逆転っていうところでね、さすが甲斐、ミスター、北九州。ね、さすが北九州に強い、この一本っていうところで、しっかり逆転して、でね、楽天が5回表ね、2アウト、2、3塁から、山崎ね、高めのボール気味のところだったけども、逆転、タイムリー。センター前ね。だから、あそこを打たれるってことは、やっぱちょっと力がね、ないのかなと。確かに山崎ね、あのインコースの胸元のところ、すっごい厳しいところをね、うまく肘を畳んでね、内側から出して、センター前に打ったあのバッティングっていう技術は素晴らしいけども、やっぱあそこを弾かき返せるっていうところは、若干球の威力がね、なかったのかなと。で、5回裏、海がフォアボール、ね、三森、バントの構え、ね、で、こっから、高めにね、ボールが浮いてきて、隅田に、パスボール、バッと。反応遅れて、ね。あれはしっかり取らないと。そんなバットに隠れるぐらいのバットの位置じゃなかったような気がするけどもね。あれはきついね。で、その後バント。で、ワンアウト三塁になって、野村のピッチャーゴロね。この三塁ランナー回、ランダムプレイ、めちゃくちゃ粘る。ね、もう何回も行ったり来たり行ったり来たりして、めちゃくちゃな、ね、粘ることによって、バッターランナーの野村が三塁まで行けたっていうあの粘りはグッ。で、その後ね、中村がね、同点タイムリーレフトに打つっていうところで、あの回の粘りがね、させた、この同点タイムリーだったかなと。でね、楽天のピッチャー安楽に代わって、8回裏ね、ノーアウト1、2塁、牧原バント失敗、ね、ピッチャーゴロサードね、アウトになって、バーン、これ流れ悪いよって言ったところで、上林が、勝ち越しのライトへタイムリーツーベース、グッと、ね。で、結果的にその後の、ね、柳町、セカンドゴロ、ね、ホーム、アウト、で、今宮センターフライ、結果なんだけど、ここで1点取ってれば、勝ったかもわかんないね。もう一押しできたか、ね、柳町、ここ2本打ってた時にね、もう一押ししたかったところ。で、9回裏、まあ予定通りね、ソフトバンクはピッチャー森が出てきて、で、ワンアウトが代打銀次、センター前、代打銀次、いいね、そんな三振もしないし、バットに当てるのうまいし、ね、で、その後西川が逆転のライトへ、バースデー、ツーラン、ゲッツ、ハッピーバースデー、ね、だからちょっと森がね、このチーム、まあ、昨日負けたから5連敗だけど、それまで4敗中、3敗森が絡んでるっていうところがね、ね、ここにも書いてるけど、若干ストレートの走りも甘いし、その前の又吉森っていうのが、意義だけに、ちょっとね、相手からすると落ちたように見えるっていうところでは、まあちょっと1回外すのもありかなっていうところはいいって考えてましたけど、まあ結果ね、チームの方針としても1回抹消して再調整、ね。まあそういう選択良かったんじゃないですかね。で、ピッチャーね、涌井ね。まあちょっとね、あの、点取った後に、点取った回にすぐ次裏取られるっていうところ、そこ粘りたかったね。そしたらもうちょっと簡単にポンポンポンって書いたけども、まあ簡単に言うけどそんなね、簡単じゃないけども、この点取った、で、その裏、しっかりね、抑えたかったなっていうところはね、ありますね。まあでも結果ね、西川のバースデーホームランで6対5でね、楽天の逆転勝ちでした。さあ、続いて、11日の試合、鹿児島で行われて14対4ということでね、もうこれは打ちすぎです。まあでもね、初回、いきなりね、昨日からの引き続けで、西川がね、ライトへ先制ホームランというところでは、非常にいい、このね、流れ。でもそのね、あと3回裏にね、ワンアウトから、三森レフト前、野村フォアボール。で、中村ね、ここダブルスチール。このダブルスチール、やっぱり野村いいね。足速い。で、その後ね、きっちり中村がね、ライトへタイムリー、ツーベース打って、まあ逆転。でも、7回表ね、ワンアウトから、島内ヒット、銀次フォアボール、で、渡辺レフトヒット、マルモレス、落ちたショアボール、
で辰巳のショートゴロを間に行って、で隅田にセンター前ヒットで、ピッチャー代わってバンドで、西川センター前2点タイムリーで、山崎レフトスタンドへツーランホームラン、一気に7点ゲームセット、ね、っていう感じで、まあその後もねどんどん手を取って、まあ17安打14得点だからね、まあ本当で西川がね5打数4安打4打点1ホーマー素晴らしい活躍っていうところで、まあこれはなかなか厳しかったね。ソフトバンクはちょっと打たれすぎっていうところでね、まあ東山が6失点、まあ東山フォアボール、東山もねフォアボール多くなってくるとやばいね。だいたいそういったところでカウント悪くなって、まあ、びっくりするような球があるわけじゃないから、やっぱりストライクを投げていって、ストライク先行でいろんな球種で勝負するっていうところが、東山本人の一番投球スタイルに合った結果を出す方法でも、こうなってね、このフォアボールになってくると結局甘くなって通打されてみたいなね、失点かさむみたいな感じになるから、やっぱり東山もねこのフォアボールの数は皆さんちょっと確認見といた方がいいですよ。そうなった時にね、いいか悪いかってね分かってくるんでね。で勝也が6失点、まあなかなか厳しかったね、これは仕方ないね。楽天グッデーということで、結果ね2勝0敗で楽天の勝ち越し、首位浮上でした。さあ続いて、オリックス対西武、15日1対6で西武、16日3対0でオリックス、そして17日4対3でオリックス、オリックスを2勝1敗で勝ち越しっていうところにね、なりましたけども、15日1対6で西武というところで、西武先発高橋光成ね、今季初勝利ということで、6回109、5安打5三振、2四球、1デッドボール、1失点と、まあ結構ねピンチ作るけども、まあなんとか粘るっていう形で、まあね、初回、オリックスの攻撃ね、1番福田ヒット、2番西野ヒットで、こっからノーアウト1、2からバレラキャッチャーゴロ、吉田三振、杉本三振っていうところで、まあここ1点取る。逆にねオリックスはここで1点取ってたら大きく流れ変わったかな。で、2回2アウト、まあ、1アウト1、2からね、福永三振、そして福田サードゴロで、4回杉本デッドボールから始まって、紅林のねタイムリーで1点取るけども、その後報徳ね続かないね。で5回2アウト、1、2塁杉本アウトっていうところでね、ここ続かない。でもまあ吉田杉本がねオリックスやっぱり打たないときついかなと。で特に初回のねピンチの場面で、この吉田杉本に対して高橋光成ね、ピンチ作るけども、こっからのねコース高さ非常にしっかり投げ切ったっていうところはグッピッチャーね。でまあ4回のね失点はちょっと自身のね牽制悪送球っていうところもあってね、まあ失点してしまったけども、まあね試合を作る、まあ、今季初勝利、非常にグッピッチ、粘り強くね、調子がそんなめちゃくちゃいいっていうほどじゃないと思うけど、まあその中でね勝つっていうのは非常に大きかったかなと。逆にねオリックスはね1回2回5回この1本でつ、やっぱりね吉田杉本6勝待ちっていうところでは、やっぱり非常にね、まあここがやっぱりキーポイントになるかなと。でね、オリックス先発山崎幸也、7回3分の1 116球6安打5三振2四球6失点と、まあ投球自体ね俺はそんな悪くなかったと思うけど、まあ4回表ねワンアウト1、3塁から、まあ、鈴木翔平のねセーブ、セカンドゴロ、バレラがねエラーバーッと、まあ確かに鈴木翔平ね足あるからダブルプレーは無理だったから、1点はね取られてた、だから2点目は取られたかもしんないけども、ファーストあのままアウトにしてたら2失点でね収まったところ、あるエラーで4失点になったっていうところは非常に大きな、ミスになったかなと。で西武もねやっと打線がねポンポンポンってね繋がるようになって、まあいい傾向のね、勝ち方だったかなと。だからチーム全体では7安打とねそんな多くないけども、そのねチャンスの場面にポンポンポンって繋がったっていうところがね、まあこのね試合の勝ちに繋がったかなと。でね西武はねその中で4回のねこの失点の前、先ほど言ったけども高橋コーナーの牽制悪送球っていうところで、2アウト2塁からね高橋のセカンド牽制悪送球、まあセカンドのね殿崎がまだ入りきれてないところで投げてね、暴投になったけども、これはねキャッチャーがパタンってこうピッチャーはサイン入ったらもうキャッチャーの方ずっと見とく、もうランナー一切見ないで、そのセカンドが入るタイミングを測ってキャッチャーがパタッとかね、このパタッとかいろんなのがあるの、それをもう今回はパタッだったけど、それをしたら高橋コーナーが牽制するってサインプレーだったんだけども、高橋コーナーとしては牽制した球めちゃくちゃいいところ投げてて、殿崎が入りきれないでセンターに抜けていったんだけど、あれはねもう完全にキャッチャー牧野のミスですね。キャッチャー牧野のタイミングが早すぎた、あれもう一個遅くしないと、入ってないのに投げてるから、そういったところはねもっと一軍のこのタイミングとかねこのスピード感っていうのを勉強しなきゃいけないね。あれはもう高橋コーナーっていうよりもそのキャッチャー
あの牧野の判断ミスっていうところが一番大きかったかなと。で、西武はね、リリーフ、水上宮川ね、平井とも非常にグッドリリーフ。いい方、今年西武本当にね、リリーフいい形で収まってるんで、こういったところでワンチャンスを打線がものにして勝っていけばね、勝ち星伸びていくかなというふうなね、感じた15日の試合でした。さあ、続いて、16日の、試合、3対0でオリックス。この試合は前日から1点、ワンチャンスをものにしたオリックス。序盤、チャンスを生かせなかった西武っていうね、ところで、3対0のね、試合になりました。西武はね、初回、ノーアウト1、3塁から、オグレディ、セカンドフライ、ウネンティ、3ボール、2ストライクから、見逃し。そして、一塁ランナー岸ね、盗塁してて、アウト。三振ゲッツ。ノーアウト1、3塁が、オグレディでワンアウト。で、ワンアウト1、3塁が、ウネンティ見逃し三振からの岸、盗塁アウトで、0点。伏見、グップレイね、ナイス送球。まあね、コロナから復帰。復帰後もね、そんな違和感なく、非常にね、いい形の、頑張り、できてるかなと思います。まあ、オリックスはね、こういったところ大きいかなと、やっぱりね、キャッチャーも経験値あったりね、ピッチャーのコミュニケーション、この伏見のね、復帰っていうところが、非常に一番ね、この勝ち越しに繋がったんじゃないのかなっていうところの、伏見の存在ね、グッチ。ね、そして、2回ね、ノーアウト1、2塁、栗山ね、5-4-3、ダブルプレイ。2アウト3塁になって、ランナー残って、マギルのショートゴロ、紅林ね、ギリギリ。二遊間、センター抜けるぐらいのギリギリのね、プレーを取って、ファーストアウト、栗林、グップレイ。ね、で、3回、ワンアウト3塁から、岸三振、オグレディ三振。で、4回、2アウト1、2塁から、マギロのね、ショート、ボテボテ。ね、栗林今度前進して、取って、ライミングスロー、グップレイ。ね、こういったところで、守備がね、しっかり守り切ったっていうのも、このね、オリックス、大きいかなと。で、攻撃ではね、オリックス5回裏、ラベルフォアボール、で、足立、初球ね、バンドファールして、おお、どうなんのかなと思ったら、2球目にね、かなり右方向を意識して、軽打。で、それがセンター前抜けるってで、ファーストランナーラベルが3塁まで来るんだけども、セーブバッテリーね、これちょっとバントって決めつけたんじゃないのかなと。ワンストライク取ってからにしたら、若干甘くて、どうせバンドやろうぐらいね、決めつけた感がありそうな気がする。まあそれをね、まあ最低でも進塁だっていう形での、あの、足立のバッティングっていうのは非常にね、意識づけ、そして結果ともにね、素晴らしかったと思います。グッて。ね。で、ノーアウト一三塁になって、杉本がね、ちょっと崩れながらも、レフトへ、24打席ぶりの、センター、ね、タイムリー、打点っていうところでね、グッて。まあその後もね、まだ、泥沼ハマってますけどもね。まあ、なんとか、ここからね、頑張れ杉本、徳島県出身っていうね、ところで。で、その後ね、伏見がバントで送って、福田がね、センターへ2点、タイムリースリーベースっていうところで、一気にね、3点を奪い取ったっていうところでね、このワンチャンス、もう他ほぼチャンスなかったからね、オリックスもこの日6本しかヒット打ってないから、その中で3本がここだからね、ほぼノーチャンスだったけども、ワンチャンスをね、ものにしたっていうね。逆にね、西武は本当に、初回2回、3回、4回と、チャンスを1本、ね、ここ出てたら状況変わったし、まあ先発ね、伏見、隅田、ね、西武先発隅田、6回3失点と、本当悪くない。この、ここの時だけだからね、これはもうちょっと援護点にね、恵まれないっていうところはあるけども、まあこれ粘り強くね、いいピッチング引き続きしてもらいたいなと。でね、オリックス先発山岡ね、6回、無失点っていうところで、まあ守備のね、粘り勝ちっていうところもあったけども、本当に前回同様ね、変化球の緩急をつけながら低めにしっかり制球して、素晴らしいピッチングだったんじゃないですかね。そういったところもね、守備のね、このリズムっていうのも変わってくるね。まあ守備もね、守り勝ち、山岡の粘り勝ちっていうね、ところだったと思います。で、昨日の試合、4対3で、オリックスっていうところでね、平野が5セーブ、ね、やっと待望の4回裏に吉田正尚のツーランっていうところでね。まあこの試合もね、お互い7安打ずつで、そんなね、チャンスがあったわけじゃないと思うけども、まあ吉田がね、4回裏に、ツーラン。で、5回、伏見のね、ヒットから繋がって、吉田のね、セカンドへのタイムリー内安打。で、6回裏ね、また2アウトから杉本フォアボール、伏見ライト前。でね、佐野広大、佐野もね、帰ってきて、ね。で、タイムリーっていうところでもう、そつなく、チャンスでね、打ってから、その中で光ったのが、やっぱり吉田のね、角っていうところと、何気に伏見がね、点にね、絡んでるっていうところで、この伏見の活躍もね、大きかったかなと。まあ、この試合ね、伏見4打数3安打。盗塁も2個してんじゃん。ちょっと見てないか。ちょっと忙しかった。最初のやつ見てください。ちょ見れなかったんで。すごいじゃん。ね。この試合4盗塁、佐野足立っていうところでね。で、まあ、投手陣もね、山崎総一郎、山田バルガス、ビドル平野とね、まあ、しっかりね、気づいて4対3、粘り勝ちっていうところで、結果、2勝1敗のオリックスの勝ち越しでした。
続いてセリーグ、広島対中日、16日3対2で広島、そして17日、4対10で、中日っていうところでね、1勝1敗の五分っていうね、形になりましたけども、16日の試合、3対2でね、広島。広島先発ね、大瀬良、6回108球、4安打5三振、3四球2失点と、まあ、まっすぐカットボール、特にこの対角線、ね、右バッターへのアウトコース、ね、左バッターへのインコースっていうところのコントロールはね、非常に良かったかなと。若干ね、これ右バッターのインコースに攻めるところがね、ちょっと逆球で真ん中入ったりして、ちょっと制球不安定なところはあったけども、対角線の球っていうのは非常にね、制球力高かったかなと。まあ、これができればね、そう簡単にはね、連打して打たれないっていうところがね、ある中での、まあ、いいピッチングだったかなと。で、逆にね、中日の岡野、バースデー登板ね、なったけども、ハッピーバースデー。ね、2回3分の1、60球、5安打2三振、2四球3失点と、ちょっと2巡目ぐらいから球が高く浮き出したかなっていうね、ところは、反省点かなと。で、その中でね、まあ、3回裏、まあ、3失点後、ワンアウト2、3塁からピッチャーね、交代、藤島になるけども、その後ね、きっちり藤島がね、後続を締めて無失点に、相澤ね、サードゴロ。で、同倍ショアボール出すけども、上本ショートゴロっていう感じで、ピンチ切ったね、この投手交代。早かったけども、非常にベンチもね、ナイスな判断だったかなと。まあ、試合展開からするとね、2回表、ワンアウトから阿部ヒット、木下ヒット、そして、2アウト満塁になってから、岡野が、センターへのタイムリーヒットでね、先制するっていう形、岡野、ヒット。ね。で、これでね、何が光ったかって言ってね、センター上本、ね、ゴロ、ダイビング、ね、左中間に向けてダイビング、ゴロだよ、ノーパンじゃない、ゴロ、ダイビング、ね。でもあれ抜けてたら、ファーストランナーも、多分帰ってて3点取られたところを、ダイビングでしっかり止めたことによって、2失点で収めたっていうところは、あれはね、上本ね、ナイスファインプレー。こういったところがね、今年の広島のね、強いところなんだよ。その、点取られるのは仕方ないけども、傷口をね、広げない。取られてもそこで止めて、アウトは一つ取るとか、それで進塁一つさせないとか、そういったね、細かいところがね、できてるっていうところが、今年のね、広島の、強さの一番の原因だと思いますね。無駄な失点を減らすっていうね。まあ、こういったところでこの1点減らしたことによって、その3回裏ね、ワンアウトから西川ヒット。で、菊池がね、内野安打。で、子供の時に岡野暴投。これはね、止めれない。木下、言ってたけど、あれ難しい。あれを止めろっていうのはね、ここ。まあ後ろに取らせなかっただけでもね、素晴らしい。で、その後ワンアウト満塁になって、マクブルームはね、レフトへ同点タイムリーで、サッカークラ勝ち越しっていうところでね、しっかり逆転したのもね、上本のプレーがあったからこそっていうね。で、まあその後はね、ゲーム展開、そのまま進んで3対2になったんだけども、まあこの3回裏のね、攻撃も西川のね、フォアボール挟んで4連打で3得点っていうところもね、今年を象徴してるのかなと。一気にね、連打で繋いでホームランなくても、繋がって点を取っていくっていうね。で、もう一つね、いい采配だなと思ったのが、広島ね、7回表、ピンチでね、まあ、大瀬良に代わって島内が上がるんだけども、ワンアウトから強打デッドボール。で、溝脇送りバントで、2アウト2塁になって、大島敬遠。で、ここでね、岡林の場面で、島内からね、堀江にスイッチ。でね、この堀江が、岡林をね、サードゴロに打ち取るっていうところで、こういったね、リリーフのスイッチっていうところの、投手交代、非常にね、良かったかなと。こう全員でね、締めていく。一人一人じゃなくて、全員で締めていくっていうところで、非常に素晴らしかったですし、まあね、両チーム、中日は藤島、田島、福、祖父江、清水。で、広島はね、島内、堀江、中崎、紅林っていうところの、両チームのね、リーフ陣、非常にグッドリーフ。素晴らしいね、試合展開、試合しまったかなと。まあ、勝ち負けね、つくんでドラゴンズファンにしたらね、うん、と思うかもわかんないけども、この試合ね、本当にいい試合だった。ゲームをね、客観的に見ると、素晴らしい試合だったかなと、思います。そして、次の日ね、4対10。いきなり、初回4点、2回4点で、8対0、ゲームセット。っていう形で、18安打。すごいね。すごいねって、何で言わ、しか言わないかっていうと、ちょっとね、冒頭にも言いましたけど、ちょっと見れてません。すいません。ね、すごい大島6の4ね、うかいごろに、すごいね、ほぼ打ってんじゃん。しかも、福谷も2安打打ってるし、先発全員安打だ。おぉ、しかも、すごいな、これ。阿部木下、石川京田、4者連続2打点ずつ、ね、非常に素晴らしい勝ち方だったと思います。ということで、結果、1勝1敗の五分でした。続いて、DeNA でヤクルト。15日、3対2でヤクルト。で、16日、6対0で DeNA。
そして17日、5対4でヤクルト。ヤクルトの2勝1敗で勝ち越しっていうところにね、なりました。15日、3対2でヤクルト。まあ、ヤクルト先発ね、金久保。6回89、6安打2三振、無四球2失点というところで、ストレートね、145キロ前後でも、こうゆったりしたフォームから、ね、このスピード感ある送球、投球。だから、早く見たかもわかんないね。打者はね。まあ、その中で、制球力も抜群で、まあ、ストレート、変化球ともにコースに低く、投げてる。で、そこでね、まあ、無四球っていうところはね、さすがっていうね、グッピッチだったんじゃないでしょうかね。で、ここの中でね、やっぱ金久保が、ベイスターズキラーっていうね、去年も確か3戦3勝。で、今年もね、だから4連勝っていう形でね、ちょっと DeNA もね、対策立てなきゃいけないかなっていうね。で、DeNA 先発ね、坂本、5回71球、5安打3三振、2球3失点。まっすぐスライダー、チェンジアップとね、まあ3失点したけども、投球自体は悪くなかったと思うんだけどね。まあその中でね、まあ勝ちきれなかったっていうところだけども、まあ、この次回もね、続けていけばいい形の結果はね、出るんじゃないのかなっていうようなピッチングに見えましたね。まあその中で、ヤクルト、3回表塩見ね、ホームラン、初球のね、外からのカーブをね、ホームラン打つんだけども、あれもキャッチャーもびっくりよ。あの、外から入れるカーブを初球からホームラン打たれると思わないからね。これはもう打ったね、塩見が、クッパって、素晴らしかったと思うね。で、4回表ね、まあ連打で、古賀がね、ライトへ犠牲フライ打つんだけども、この時にね、三塁ランナー浜田がね、ヘッドスライディング、ホームへ、グッ、ホームは、ヘスだ。ね。っていうところでね。で、この浜田もね、今回ね、1打席目はね、ストレートをセンター前。で、2打席目はね、チェンジアップを、若干体勢ね、崩されながらも、しっかりね、ライトへ打っていくっていうね、このストレート変化球もしっかり対応できるようになってね、ちょっとオープン戦はね、満振りでどうなのかなと思ったけどね、強いスイングもありながらこうやって対応していくっていうのは、非常にね、成長の証じゃないでしょうかね。で、DeNA はね、まあ、外のね、ツーランホームランっていうのは、これはね、かなりの吉報。もうやっぱ外が帰ってきたっていうところはね、大きいけども、もう一本出ずっていうところで、まあ8回裏ね、藤田がレフト前、藤田、グッと、頑張れ、ね。そして関根がね、バント失敗、バーって。まあここでね、まあショーフライになって、ファーストランナーね、ダイソーの海老名がね、スタートが遅れて、まあピッチャーの清水がショートマウント取って、クイックターンでセカンドに投げてアウトになるんだけども、これはね、もうランナー仕方ないよ。これはもうバッター関根の問題よ。あれ万が一飛び出しててダブルプレイ最悪だからね。で結果ねこのファーストランナー残るわけで、まあその後ね続かずサロセカンドゴロで外ライトフライでね点入らなかっただけで、あれはもうねランナーのエビナー仕方ない。あれ出ていけない。最悪のダブルプレイになったら本当に超バット大バットだからね。そういった意味ではやっぱバントがねしっかり決め切りたかったっていうところと、まあ9回裏もね宮崎、ライト前、そして峰がねバント、で大和レフトフライ、田中俊太ピッチャーゴロとね、これ1本出ずっていうところで、あと逆にねヤクルトはねしっかり投手リレーを踏んで、まあ粘り勝ちっていうところだったんじゃないでしょうかね。で16日ね、6対0で、DeNA っていうところで、DeNA 先発上里に9回91球5安打4三振無四球無失点完封マダックスってねいうところで、100球以内で無四球完封だとマダックスっていうらしいんだよね。で、球持ちもよくね、リリースの最後までボールを離さないで押し込んでいくっていうところで、ストレートが強くね、で、変化球も曲がり際も遅く生きたと思うんだよね。で、去年で考えると、やっぱ最後カットツーシームっていう、なんかちょっとかわしていこうな投球に見えたなんだけどね、ちょっとスタイルチェンジかっていうところで、ストレートを結構フォーシーム投げていくんだよね。それによってより変化球がね、さらに生きたっていうところで、まあ、このね、リリースポイントね、最後まで抜けるわけじゃなく押し込んでいくっていうね、形の球持ちの良さっていうのも非常に良かったんじゃないでしょうか。でね、最後はね、若干疲れて、球渡りが速くなってね、若干こう抜けていくかなっていうところは、見えたけども、その見えた中でもしっかり完封でね、投げ切るっていうのは、素晴らしかったかなと。ヤクルトはね、原、3回60球、9安打2三振4失点というところでね、球がね、高く甘く入って、ちょっと良さ出なかったね。やっぱ原っていうのは低くコースにしっかり投げて、このシュート、ね、スライダー、カーブとかストレートとかこう動かしてる感じが全部中入ってきて、で、曲がりも少なくなって、まあそこを痛打されるっていうところで、ちょっとね、良さが見えなかったかなと。で、DeNA はね、まあカビチャッタの行動っていうのもあるけども、この初回ね、外のツーランで先制したっていうのはね、大きいね、やっぱり外、お帰りっていうところはね、あると思うね、かなり。それで次ね、どちらが点を取るかっていう流れを決めるところで、まあ3回裏にね、宮崎がまたね、高めのカーブ、見逃したボール球だったけどね、ゴインコーン打って、レフトへツーラン。ね。で、
6回には佐野がね、レフトへタイムリーというところで、クリーンナップね、揃い踏み、ね、クリーンナップ、グッグッグッっていうね、バッティングで上茶谷を叩いて、もう完璧な、ね、完璧な試合。なんとですね、キャッチャーの山本以外、先発全員安打っていうね。だからまあ先発全員安打じゃないんだけどね。わざわざそんなこと言わなくてもいい。あ、そうだね。山本、バッティング頑張れ。ね。まあこの試合はね、6対0で、DeNA の勝ちっていうところでね。で、昨日の試合、5対4で、ヤクルトのね、逆転勝ちっていうところで、まあ8回ね、村上が同点タイムリーを打って、で、9回にね、山崎が犠牲フライで勝ち越すんだけど、すいませんね、この試合ちょっと見れてないんでね、見れてないけど、ちょっとこの試合見たいから、時間ある時に見ようと思ってるんだけど、一つ疑問なのが、投手リレー、DeNA の。フリスキー、買いまたぎしてんじゃんね。ここは買いまたぎじゃないやろっていう。はい、ということで、今、電話が鳴りましたけども、皆さん、これが、仕事がバンバン電話になってくるっていう、佐々木朗希、需要のやつです。今もですね、テレビ朝日の J チャンネルさんの方からですね、佐々木朗希のことについての、出演依頼が来ましてですね、まあそれを受けたところなんですけども、こういうふうに、もう佐々木需要が、もうありがとうございます、佐々木朗希。頑張ってね、もう会ってね、こうかかってきて、ね、昨日の試合、だからそのね、ヤクルトが逆転した試合見れてないんですけど、これ絶対見たいと思って、まあ話ね、戻りますけども、この、まあ、クリスキーがね、まあ、代打浜田になって、エスコバーからね、ワンアウトに一塁で変わって、まあ、浜田、オスナっていうところで打ち取って、まあ、3球しか投げてないからね、まあね、開幕的もありっちゃありなんかもわかんないけど、俺はまだ見てないからね、客観的な意見しか言えないけど、やっぱりこういうのはもうね、いなかったんかっていうね、その、エスコバーじゃない右はっていうね、誰もいなかったんかってなった時に、まあここで三島とかも行った方が良かったんちゃうかって、まあ結果論だけどね。やっぱこれはちょっとこの開幕的はちょっときつかったんじゃないのかなっていうのは賛否分かれるところですけど、皆さんどう思いますか？まあ結果的にね、まあ負けてるんでね、あれですけど、まあちょっと厳しい展開になったかなと。まあ後ほどね、この試合はもっとチェックね、してちょっと見ときたいと思います。皆さん見れませんかった？すいません。結果的にね、2勝1敗でヤクルトの勝ち越しでした。さあ続いて、最後に阪神対巨人、15日、4対1で阪神、16日、2対1で阪神、そして17日3対1で巨人、阪神の2勝1敗の勝ち越しカード、勝ち越しでございます。ということでね、振り返っていきましょう。4月15日ね、4対1で阪神の勝ちということでね、阪神、コロナでね、出遅れましたけども、今季初登板になった青柳、ね、8回95球、7安打、6三振、無四球、ね、1デッドボール、1失点と、ね、制球、曲がり幅、切れ味、抜群、グッド。ね、初回ね、まあ先制されるけどもね、バタつかなかったっていうところでは非常に良かったし、低めの制球力っていうところはね、非常に丁寧に投げてたと思います。で、巨人ね、菅野、6回3分の1、104球、6安打6三振、1四球、1デッドボール、2失点っていうところでね、まあ阪神はね、打順変更がきちっていうね、ところになりましたけども、まあね、前回も言いました、こう変えていかないとね、ずっと同じことやっててもね、響かないのよ。で、ここでね、2番佐藤が効いたねっていうところで、まあ、菅野もね、悪くはなかった。投球自体悪くなかったけども、この5回裏ね、対佐藤に対して2アウト2塁から、これね、粘りながらもね、球数進んで、6球目ね、インコースストレートで決めに行ったのが真ん中気味に入ってファール。で、7球目、じゃあ今度ね、スライダー系、カット気味スライダー系で、インコース攻めて詰まらそうっていうところが、真ん中のところに入って、まあそれをね、うまく佐藤が、すくい上げて、拾い上げてね、ホームランにするんだけども、この2球連続、球種は変わるけど、2球連続のミスコントロール。でね、結果、逆転ツーラン。ちょっと菅野らしくないよね。制球力抜群というところでね。まあでもそのね、ミスコントロールを逃さなかった佐藤がね、非常に頑張ってね。で、巨人は3回、4回、8回ダブルプレーで、まあね、1本っていうか、そのね、続かずっていうところでね、流れを作れなかったかなと。ね、3回、吉川がヒットで出て、若林ダブルプレーで、4回、ポランコセンター前、坂本センター前で丸463ダブルプレーでウィーラー三振。そして、8回、ワンアウトから吉川出るも若林ダブルプレーっていうところで、まあ一番痛かったのは4回表かな。ポランコセンター前、坂本センター前で丸463ダブルプレー。まあ丸がね、好調だから当然打たせたけども、この試合終わりの原監督の談話でね、こう、采配ミスで負けたっていうね。
言葉を聞いた時に、あ、ひょっとしたらここバンドと悩んだのかなっていうようなね感じは、深読みかもしれないけどね、原さんは本当にね、誰がバッターでもね普通に勝負どころになったらバンとするから、ひょっとしたらね、ここ本当はバンドだけどマルチ欲しいから打たせようかって、ひょっとしたら迷ったことがこのコンペイントにね、繋がったかもしれない。でタイガースはね、まあ勝ったからいいけども、まあ4回表ね、大山フォアボール、ロファスレフト前、同じような状況になった時に糸原、これライトフライになるけども、ここバントでよかったんちゃうかなっていうね、逆に打率1割7分2厘とここまでね調子が上がってない中で、まあその後ね下位打線につながっていくっていうのはあるけど、バントでよかったんじゃないのかなと個人的には思いますけど、皆さんどう思いますかね。でね、巨人エラー3つで、まあ8回ね、坂本のショートエラーからね、ロハスのセンターバックスクリーンに2点、追加でね、この8回裏の2点っていうのは非常に大きかったけども、ちょっとエラー3つ全体的にね、パッとね、そういったところ、逆に阪神の皆さん、去年ね、逆の感じで、あんな感じでしたよ。だからね、やっぱエラーっていうのは、やっぱりね、するのは仕方ないけど、減らしていかなきゃいけないんですよね。で続いて、16日、2対1で阪神ということでね、巨人、シューメーカー、6回104球、5安打5三振、3四球、2失点と、まあ2試合連続でね、好投してるっていうことは、まあ僕大体こんな感じなのかなと、まあ投球内容としてはね、非常にグッとね、打ち取っていくスタイルね、試合は作れるタイプのね、ピッチャーなんじゃないのかなと。まぁ、ちょっとずつ動かしていきながらっていうところで、まぁ、大崩れはそんなしなさそうかなっていう、若干球が高くなったら怖いかなっていうところはあるけども、大崩れはね、しなさそうかなと。で、逆に阪神ね、先発ウィル・カーソンね、6回90球、3安打5三振、3四球1失点と、まぁ、変化球も叩いてね、変化も、遅くね、手元で曲がってくるっていうイメージ。だこうなるとね、ちょっと初対戦では対応するのはね、ちょっと難しいかなっていうね、ところを感じましたね。で、球数も少なく、どんどんね、ストライク取ってくる。で、ペースをね、自分のペースを維持して投げたことによって、この好投になったかなと。だから、シューメーカーとウィル・カーソンね、タイプ的には同じようなね、ピッチングスタイルのタイプかなっていうような感じしましたね。で、巨人坂本、どうしたバッとっていうところで、3回裏ね、ツーアウト二塁から中野のね、ショートゴロ、ファーストへね、悪送球。これね、ファーストね、コースもそれでワンパンだったから、ちょっとあれは取れないね。あれ、コース間違ってなくてワンパンだったら、まあ最悪止めれるぐらいはあったかもわかんないけど、もう、そう、コースもそれでワンパンだから、あれはちょっとファーストね、対応、なかなか難しいっていうところもあるし、で、阪神はね、4回裏、3番近本、センターツーベース。大山、レフトへ、ツーベース、1打点。で、ノーアウト、2塁からロハスがね、初球、ボテボテのサードゴロ、バーッと。ここ、右に、最悪引っ張ってほしい。しかも、初球からいきなりボテボテのサードゴロはちょっとがっかりするね。まあ、本人打とうとする意識あったのかもわかんないけど、ガチコーン引っ張んないと、ね。で、勝ったからいいけども、6回裏、ワンアウト1、3塁から高山ね、ツーボールから、このボール気味のフォーク、ファールにして、最後インコース村本、絶対ボールの球を打って、キャッチャーファールフライ。だこういうところで犠牲フライとか結果残していかないと一軍にね出場所なくなる。しかもツーボールから一番いいところのカウントで打とうっていうのがね先走ってね先に出てしまったかなっていうね。まあ結果ね勝ったんだけどね。で巨人はねまあ攻め手なしっていうところでね、まあ1回6回8回まあここでね1本出ずっていうところかなと。だから初回もね、吉川ヒットで坂本センターフライでここでねウィルカーソン悪送球でワンアウト一塁になって岡本アウト丸アウトっていうね。で、6回。ここね、岡本のヒットで1点取るけども、その後ワンアウト1、2から丸三振、中島ね、センターフライ。そして8回。吉川がね、センター前ヒット打って、で、湯浅のワイルドピッチがあったけども、坂本、ポランコ連続三振で、岡本がね、センターフライっていうところで、このチャンスで1本ね、出なかったっていうところとね、ミスでっていうところでね、この接戦をものにした。まあ、逆に阪神はね、こういう勝ち方していけば、こう上がっていくのかなと。あとね、甲子園球場で一つ気になったのが、ちょっとね、ファースト側のファールゾーンのあの人工芝のところ。だから初回のウィル・カーソンの、牽制悪送球で大山取りに行って返球しようと思って滑ってこけてるし、で、あの3回裏の坂本のファーストへの悪送球、セカンド吉川がカバー行って、で、取って、その後投げようと思ったら足滑らして転んでるから、ちょっとあそこの人工芝改善しないと、この1個2とかだったらいいけど、同じ試合で両チーム、しかもホームチームの大山までもが、あそこの人工芝に滑って足取られて転んでるっていうのは、まあ、プレーにミスが起こるっていうのもあるけど、これ怪我につながるから、そういったところを、ちょっと球場全体で、あの人工芝の滑りっていうのがどうなのかっていうのをもう一回検証して、
古いのなのか新しいのか、フェアゾーンじゃないからずっと改善してないのか、何かわかんないけども、俺も引退してからもう8年以上経つしね、そういったところではちょっとあのね、滑ってこけてんのが気になったから、もし何かあってからじゃ遅いから、ちょっと検討する必要性はあるかなと感じました。皆さんどう思いますか？ちょっと見れる人はね、戻って見てみてください。ちょっと滑ってこけてるんで ね。でも結果ね、阪神勝ち越し2対1ね。そして昨日の試合、3対1で巨人の勝ちというところでしたけども、巨人はね、もうワンチャンスをものにする。まあ2回の裏ね、糸井がホームラン打っていい形のね、流れを引き込んでくるけども、ね、4回表にね、坂本ライト前、ポランカーとなって岡本三振で、丸フォアボールで、ウォーカードホームラン。ね、丸やってた。ね、スリーランホームランで逆転。まあこのね、このワンチャンスでもう勝つんだけど、他ほぼなかったよ。ね。まあ、でもその中でね、やっぱり先発ピッチャーね、赤星。6回3分の2、92球、4安打5三振、29、1失点と、非常にね、素晴らしいピッチング。本当に新人王候補やね、1点ちゃうかっていうね。でもそこにね、1点のはね、大勢ね。1回ね、まあ、2安打、バタバタするけど点取られない。でもそれがね、守護神には大事。バタバタするけど、勝ったまま終わるっていうのが、まあ大事なのよ。バタバタする時もあるからね。そういったところではしっかり抑え切ったかなと。あ、高梨がね、いいリリーフ。ね。あ、もう聞いてるかな、その前日の試合もそうだったけどね。で、阪神先発ね、ガンケル、5回、73球、4安打3三振、39、3失点とね、非常に動かす球で本来のね、ピッチングできたんじゃないかなと。まあ、あの1回だけだからね、これはね、攻められない。そして浜地、岩佐田、馬場とね、しっかりリリーフも抑えて、まあ、ここがしっかり構築してる。で、まあ、阪神としてはいい形のね、最後負けたけども、試合、内容としてはね、この日曜日の試合も全く悪くなかったから、内容としては悪くない。だからこういうのをね、続けていくことはね、まあ、まだ始まったばっかりだからね、まあ、続けていくことが大事だし、まあ、巨人としてはね、3連敗、しなくてもね、良かったかなっていうようなね、試合になりました。まあ、結果ね、2勝1敗で阪神の勝ち越しでした。さあ、ということでね、最後に、選手のベストライン発表しましょう。まずは、パリーグから、ピッチャー、ロッテ、佐々木朗希、ミスター、パーフェクト、佐々木の仕事が増えてます。キャッチャー、楽天、隅田、首位浮上、後継。ファースト、ソフトバンク、中村晃、初ベストナインへ。セカンド、西武、殿崎、やっと調子上々。サード、日本ハム、野村、ジェームズ。ショート、日本ハム、石井、早稲田大学。レフト、楽天、西川、チームの救世主。センター、ソフトバンク、上林、今年はやるか。ライト、ソフトバンク、柳町、居場所、つかむか。DH、楽天、丸モレホス、丸。リリーフ部門、日本ハム、吉田輝星、グッドリリーフ。先発でも見てみたい。同じピッチングできるのか。セリーグいきます。ピッチャー、DNA、上茶谷、マダックス。キャッチャー、中日、木下、木の拓。ファースト、DNA、外、10安打2ホーマー、6打点。すごい。セカンド、中日、阿部、ヘイマスター。コーヒー一杯。サード、中日、石川、東邦高校。ドラフト1位。ショート、阪神、中野、全試合でフィート。レフト、DNA、佐野、安打製造機。センター、中日、大島、安打製造機。ライト、巨人、ポランコ。打球がパカーン。ランラランコ。リリーフ、ヤクルト。シービス、グッドリリーフ。打球は当たったけど大丈夫。心配だね。さあ、ということでね、今週もお伝えしましたけども、すいませんね。日曜日の試合ね、ちょっと佐々木の事情で、佐々木朗希が頑張るからね、忙しくて、見れない試合多かったですけどもね、ご了承ください。今週はね、しっかり全試合見ていきましょう。ちょっと今週も忙しいんでね、ちょっとどうなるかわかんないですけど、見れる範囲でしっかり見ます。ね、次戦、巨人対広島。ね、っていうところでね、まあどうなっていくのか。まあ巨人もね、そんな調子悪くないからね、広島の皆さん頑張ってね、巨人もね、広島叩かないと上でいけませんよっていうね、DeNA 対阪神。あっと、すいませんね。もう、佐々木、疲労日に行かなきゃいけないんで、もう、できません。もう、ちょっと嫌いないし嫌い。すいません。もう、時間、ギリギリです。もう、今から出発するんで、ギリギリまで取れたわ。申し送り事項、できないですけども、今週もね、皆さん、頑張っていきましょう。ね。
どうなるのか要チェック。金曜日の総チェックも忘れずに。私は